続いては千代田区で行われた神田小川町雪だるまフェアの話題をお送りします。神田小川町雪だるまフェアは都心の子どもたちに雪の楽しさを感じてもらおうと始まったイベントです。今年の雪だるまフェアについて実行委員の方にお話を伺いました。今年特徴は雪がないっていうのが一番心配でですね、苫小村の方からもう絶対確保するという力強い言葉をいただいて、1800メーターの標高のところから、大事な雪を持ってきていただいて、でこれができました。本当に今年はおかげさまの塊みたいなイベントになりました。さあ小川広場の方にやってまいりました。こちらの方には子どもたちがたくさん集まっています。そして子どもたちが楽しめそうな鎌倉とか滑り台があるようですよ。滑り台滑ったの？どうだった？楽しかった。滑るのはちょっとだけ怖かったけど、着いた時に途端に止まったのがよかった。どうだった？楽しかったです。じゃあこの後何かまた楽しむのかな？もう一回滑りたいです。そっか、今何作ってるの？シャボン玉城。シャボン玉城？素敵。これどうやって作ったの？ママがバケツで、こうやって作ったらできた。すごいですね。これはかなり頑張りましたね。この雪だるまフェアに来てどんな風に思う？楽しくて、なんかいつも2時間ぐらい遊んでる時。雪好き？大好き！大好きだね。また靖国通り沿いには雪だるまコンテストに参加したチームの作品が並んでいましたよ。お話を聞いてみました。皆さんこちら団体名は何でしょう？ここは神田消防団のですね、第二分団というチームでですね、子どもたちのネタにこう合わせてこようというんで、まあ人気者をじゃあ今年もやろうと。でフォースは使いませんが、フォースは使います。これはね本当にいい要素が一つ一つ入ってますもんね。ぜひこんなに楽しい消防団にみんな入ろうということで、先 PR させていただきます。ありがとうございます。皆さんどういった集まりの団体で？ワテラススチューデントハウス、2013年にできたワテラスの学生寮の中の仲間たちなんです。そうなんですね、はい、今回はどのようなものをお作りになったの？神田祭りに2年に1回出てくるナマズと、要石ってことで、そのナマズの上に石を置くことで地震を防ぐっていう、その神様的なものを表しています。ここ頑張ったよってとか。うわー、やっぱ目ん玉ですかね。すごいキュートなね、お目目ですよね。可愛らしい、はい、結構目のバランス大事ですからね。はい、これが良かったです。本当に皆さんどういった団体の？アーツ千代田3331っていう旧連成中学校をアートセンターにしています。その仲間たちです。今回は何をテーマにお作りになったんですか？神田の一番特徴的な神田祭り、はい、雪だるまがみこしを担いで、ここはスポーツ用品店街でもあるんで、雪だるまがスキーをしていると。神田の楽しみ方いろいろありますよっていう、そこをメッセージにしております。いろんなものが詰まっているという作品なんですね、はい、他にもたくさんの雪だるまが街を彩っていましたよ。いや、子どもたち本当楽しそうでしたよね。まあ、やっぱりね、こうして東京のど真ん中で雪に触れ合う機会ってなかなかないですからね。やっぱりその地域の皆さんとか嬬恋村の皆さんとか、いろんな方々のご協力があってのイベントだということをつくづく感じました。ということで神田小川町雪だるまフェアの話題でした。